とうございます。皆さん今夜お疲れってありがとうございます。楽しかった、超汗かいた、本当に楽しかったです。リハで喉を枯らしたので大丈夫かなと思ったんですけど大丈夫でした。本番は本番までに直しました。福岡のりょんぴさん、コウモリありがとうございます。だいぶ先やけど4月の握手会申し込んだ、ありがとうございます。あの握手会どの日がおすすめですかってなんか聞いてくださる方がいるんですよね。ですね、オンライン握手会だったら4月の頭かな確か。ちょっと待ってね、ちょっとすいません、ちょっと待ってください、確認しますね。失礼しました。オンライン握手会は3月27日にあるんですね。これが私のおそらく18歳最後にお話ができる機会なので、そこか福岡に行くよって方、何これ、ほんまかこれ人を疑ってしまう悪い女、ちょっと待ってね、やばい、何なんだか分かんないな、これ。あ、ありました。4月の2日に、福岡での写真会があるんですね。そこは、私の19歳初なので、そのどっちかをおすすめします。だから、福岡に行けるよ、福岡に会いに行っちゃるって人は、4月の2日がおすすめですかね。お誕生日が近い方がいいんじゃないですか。私は別にいつでも一緒なんですけど、私19歳になっても多分あんま変わらないと思うんで、別にいつでもいいんですけど、悩んでるんだよね、どこがおすすめですかって言うんだったら4月の2日と3月の27日っていう私の誕生日をって挟む婦人をおすすめしておきます。ぜひ参考にしてみてください。顔色もちょっと悪いね、ちょっとお化粧直しタイムしちゃっていいですか。ごめんね、なんかみんながすごいたくさん投げてくれてるの全部無視しててごめんなさい。ちょっと化粧直したら読むね、ちょっと待っとって。ここにですね、本日はね、あの公演だったので手元に大量のお化粧品道具がございますので、これで直していきたいと、ごめんなさい思います。ちょっとごめんなさいね、ちょっとすいません、本当に皆さんがいろいろ投げてくれてるの、もう置いてけぼりにしてごめんなさい。ちょっと待ってください、後でちゃんと全部読みますから、ちょっと待っとってください、待っててください。2回目、チーク鳴らして、顔色がないね、顔色がない、ちょっとなんか大丈夫そうみたいな、大丈夫、結構濃いよ絶対今、このさなんかフィルターかかってるよね今、絶対なんかくすんでるからあれなんですけど、あ、顔色が良くなってきました。そうですね、あの絶対にお化粧として間違ったと思うんですけど、こんな顔中にチーク塗ってます。なんか口周りってめっちゃくすみません？いやだからピンク塗ってる正しくはないと思うんですけど、で私はツヤ感が好きなのでツヤ感もあるな、別にちょっとほっぺのところにだけ足します、早く塗っときます。一応何時だし、この公演終わったショールームだ、あとん公演の後のショールームでお化粧直ししてんのやろまあたまにはね、こういうとこにツヤ感を足しておきましょう。はいはい、ツヤツヤツヤ言うて、はいこんにちははい、こういうとこですね、ちょっと顔が明るく見えます、ツヤがありますと。はい、オッケー、こんなもんでいいでしょう。他は別に平気かな、平気だと思います。ちょっと分かんないですけど、詳しくは私も分かんないですけど大丈夫ってことにして、あれ君こっちじゃないね、こっちだね君は。あー、ちょっと荷物が多くて大変だわ。オッケー、読みますね、ごめんなさい、ほんとずっとほったらかして読みます。福岡のりょんぴさん、お化けありがとうございます。チェンさんもお化けありがとうございます。フランさんもお化けありがとうございます。ビアボ団長さん、コウモリありがとうございます。ネコキャットさん、ハッピーハロウィンありがとうございます。はーい、できすぎくんでしたね。福岡のりょんぴさん、お墓ありがとうございます。ハロタンから前髪直してもらったの可愛かったよ、直してもらいました。私いつも前髪かかっちゃうんですよね、あの髪の毛のやつに、恥ずかしい。
ニコラスさんもお化けありがとうございます。ネコキャットさん缶オーケーありがとうございます。タラの魚さん、おは違う、缶オーケーありがとうございます。ニコラスさんもハッピーハロウィンありがとうございます。やばい、ちょっと目がちょっとおかしくなりました。福岡を撮っております、ありがとうございます。パンチョリーナさんハッピーハロウィンありがとうございます。チェンさんお化けありがとうございます。大阪のターさんさんもハッピーハロウィンありがとうございます。ネコキャットさんもハッピーハロウィンありがとうございます。初めて見に来ました、ありがとうございます。初めまして、村上明奈です。ニコラスさんかわいい、ありがとうございます。コウメイさんハッピーハロウィンありがとうございます。今日誕生日で28歳になりました。これからずっと広島から応援してるよ、ありがとうございます。高脇さんかな、高脇さんお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、素敵な1年になりますように。ありがとうございます、お誕生日に見に来てくださって。ゆっくり寝てな。葵ちゃんさん、コウモリとお化けありがとうございます。コウメイさん、カンオケありがとうございます。フランさんもカンオケありがとうございます。はい、ありがとうございます。ビーバップ団長さんお化けありがとうございます。葵ちゃんさんハートありがとうございます。皆さん お菓子投げてくださった方ありがとうございます。すごいたくさんお菓子、もう食べきれないですってくらいたくさんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。たくさんすいません、もうバーっと読んでしまって。大阪のターサさん缶オーケーありがとうございます。はい、本日はですね、私が公演をしておりました。皆さん見てくださいましたか？私はですね、まだ見てないですそりゃ当然、ちょっと自分のこのなんか、なんだろうこれ、汚れてんのかな、ちょっとわかんないですけど、公演をねまだ見てないんですけど、自分が出てたので後で見ようと思います。ちょっとただちょっと前髪があまりにもできすぎくんすぎて、いやできすぎくんが本当にあの前髪だったかちょっと記憶ないんですけど、プラス思考でいきますか。静香ちゃんだったんですよね、なんか前髪変だったんですよ、ちょっとなんかタバカンみたいな、ちょっと頑張りすぎたタバカンみたいな、三等分みたいな感じになってて、それを気づいちゃって、私はですねその事実が発覚してからちょっと見たくなくなっちゃってますね今のところそう、見たくなくなっちゃうくらいにはなんか前髪が変でした。今日はすごい、今なんかいいんだけど、なんでこれがさ、このパフォーマンスで公演に出れなかったんでしょうか。前髪くん今日本当にめっちゃ前髪くんとも大喧嘩してたんです。ずっと本当に今日は朝からですね、なんか変な癖で、なんか癖がまた出てきちゃってて、前髪の、私癖があんまあるわけじゃないんですけど、前髪はですね癖はない方がいいのでなんか出てきてて、しかもなんか私ピン止めたまま寝ちゃったんですよね。ピン止めたまま寝るとなんか髪の毛がなんかわーみたいな感じで、なんかあっみたいな感じで止まっちゃったまま、その寝癖みたいな感じになっちゃうんですよね、ずっと止めてるから。そうなってて、あ、やっちまったと思って、でちゃんとこうやって洗ったんですけど、あんま治らず、まあ、朝からそれでいろいろしとって、その用事が終わってお家に一旦帰って、ほんでもって一旦化粧を落として、ほんでもって公園に行ったんですね私は今日。なんですけど、公園のお化粧をやり直してる時にピンと止めたんですよ、また凍りずにね。そしたらまた変な方向にこうちくちゃなっちゃってて、治んなかったですね。でも今の人治ってるんですけど、なんでやろうみたいな。一番治ってほしい時に治らないね、なんで。私絶対さ、ここさなんか髪かぶってない方が顔ちっちゃく見える。それでもなんかより自分でね、なんか何でもいいなとか昔は思ったんですよ。前髪とか別になんかどうでもよくねみたいな。でもダメだなと思って、ちゃんと自分がいかに小顔に見えるかを研究していこうと改めて思ったのでした。村上若菜は今日はそんな日でしたですね。今日からなんかちょっと前髪また研究しようって思いました。で今日はちょっと流してみたんですけど、癖がおかしすぎてまっすぐ下ろせなくて流したんですけど、なんか流しはねあんま似合わないんですよね私は。まあでも流しの方が好きなんです今的には。
昔はパッツンにしたくて仕方なくて、でもダメだったんですよ、ダメって言われて、こうずっとなってたんですけど、今となってはちょっと流したいなっていう気持ちの方が強い。マナフィーさん、お化けありがとうございます。応援中もずっと可愛かったよ、ありがとうございます、嬉しいですいつもと前髪違うなと思う。そう、いつもと前髪違う、どうなんだろう。でもカベシャはね分けてるんですよ、だからカベシャとは一緒なんだけど、最近はね髪の毛前髪切ったから短かったと思うんですけど、こんな感じでしたね本日でございました。それがでもちょっと疲れてますね、なんか久々だったんですよ公演が、だからもう体力がもう劣化の一途をたどっていまして、もう私はですねもう疲れ切っております。現在夜ご飯にですねちょっと辛いものを食べまして、元気を回復して今ここで配信をしているんですけど、結構きついですね。今はこの配信が終わったら寝ることを考えてます。まずお風呂入ってゆっくり体の疲れ取って寝ようと思ってるんですけど、そう公演の日はね本当にお風呂に入るのが珍しく楽しみな日です。めんどくさいんですけど、やっぱりでも体のねもう汗をすべて流さりたい、なくしたいと思っています。でもちょっと今日まつげ調子よくないですか、どうですかまつげバチバチ。私下まつげなんかないんですよね、生えてないんです。いや生えてるんですけど、わかりますか、下まつげです、これが私の。よしよし、上まつげの方がバチバチしてます。まつげだけいつも言うこと割と聞いてくれます。でもねこういうなんか分かれてるタイプのまつげってあんま目立たないんですよ、なんか束感がある方がね目立つんですよね、やっぱり。レオ熊本さん、ハッピーハロウィンありがとうございます。はるかいさんもハッピーハロウィンありがとうございます。コウメイさんもハッピーハロウィンありがとうございます。トヨ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 さん、お化けありがとうございます。めっちゃ上がってるやろ、バチバチやねんはい、バチバチなんですね。トヨ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 さん、コウモリありがとうございます。珍しくっていうか久々に結構濃い化粧をしたんですけど、なんか納得いかなかったですね。今日はいろいろやろうと思ってたことやり忘れちゃったりしました。でもアイラインが結構上手に引けたからいい感じですかね。お化粧の何完成度によって一日のテンションがめっちゃ変わっちゃうタイプなの私。今日は割となんかあんま濃い化粧って似合わんなって思ったけど、なんかこの画面で見たら漏れてる、ショールームで見たら漏れてる、漏れちゃってる。やっぱ化粧ちゃんとねまつげもバチバチ塗った方が目が大きく見えるよね。なんか囲むと目がなんか物が大きく見えるらしいんですよ。そういう視覚の効果を使うからこの目のお化粧が流行ってるみたいですよ。流行ってるというかこうベター、ちゃんとマスカラをしたりとかアイラインを塗ったりとかするのはそういうなんか理由があるみたいっす。お、127日です。イエーイ。127日、ありがとうございます。イエーイ。127日で寒くないんですか私はどうですか、私って寒そうじゃないですか、寒そうですか、どうですか寒そう自分で言うなって感じですけど、寒そうにしか見えないですね。猫キャットさん拍手ありがとうございます。猫キャットさん、こうかんむかんかんおけありがとうございます。ニコラさん拍手ありがとうございます。安定的にいつも可愛い、ありがとうございます。猫キャットさん、ハッピーハロウィンありがとうございます。はるかいさん拍手ありがとうございます。
わお、ニシプーさん、これお化け猫だ、お化け猫、にゃんにゃんとやらせてもらってください。すいません失礼してます。猫ありがとうございます。かわいい、にゃんにゃんと猫。今日はるたんさんが22歳って言ってるの来て、ずっといやにゃんにゃんですねって言うと思ったけど、ギリギリ言わないでおきました。にゃんにゃん、にしぷーさん、お化け猫ありがとうございます。ラビューありがとうございます。これかわいいね、かわいい、この口がかわいい、なんかうんみたいな口、なんて言えばいいんですかこの口、なんかこういうなんか W をべちゃんこにした感じの口がかわいい、かわいい。こういうさ、なんかライトあったら欲しくない、お部屋にグッズ化されないかななんかわかりますか、ルームライトっていうか、なんかお布団のさ横に置くやつ、ヘッドライト、それは車だ、ベッドのさ横にさ置くさライト、寝るときに使うやつ、こういうのがあったら可愛いと思うんですね私は。チェンさん、コウモリありがとうございます。大阪のダサさん、ブラボーありがとうございます。ニコラスさん、ハッピーハロウィーンありがとうございます。マナビーさん、お化けありがとうございます。伊藤駒さん、ハッピーハロウィーンありがとうございます。サティさん、なんだこれ、お化けかなこれ、お化けありがとうございます。言ってしまえばよかったのに、ちょっと勇気なかったっすね、ちょっと弱虫になってしまいました、イジイジみたいな、うん、ちょっと自信ないかなとか思っちゃいました。似てる、似てましたか、ほらこんなキュルキュルのお目目になりたいもんですね、ちゃんと光が当たりまくってる。ゆかりんさん、カオーケ、うわたくさんありがとうございます、感謝ありがとうございます、ほんまに。はい、127日目でございます。すごいですね、まあよく続いてるなと思わせてもらいます、本日も私はね、多分みんなよりもね、自分自身の方がね、なんか私すごくないって思っちゃってると思います、恥ずかしいんですけど恥ずかしいんですけど、自分自身で自分なんですか、自分が一番びっくりしてますね、ここまで続いてるという事実に、マジかみたいな、意外と続くもんなんだなっていうのは私が一番びっくりしてます。みんなねびっくりしてると思うんだけど、マジ私が一番びっくりしてるから何のマウント、何マウントなんでしょうかこれって。でもほんまよ、私は多分一番びっくりしてる、こんな毎日毎日配信して。意外とさ、最初ね毎日配信するのってなんかきつそうみたいな、話の内容とかなくなっちゃうんじゃないかなとか思ってたんですよ、話すことなくないみたいな、そんな毎日毎日面白いこと起きないしとか思ってたんですけど、それはさ自分がずっと喋ってたらさ、テーマが今日のお話しかしちゃいけない配信だったら、私一日もね5分くらいしか配信することないんですよ本当に私ね、みんなにね話したくなるようなこと起きてないんですよね、毎日メンバーに会うとか公演があるとかそういう日はまあ起きるんですけど、でも何ですかね、普通に生きてて人に話したいなこれって思うようなこと起きなくない毎日。しかもさ、今日このだったんだよねじゃなくて、それをさ1時間とか2時間とか話せるような内容なんてなくない思ってたのね、ずっと。だから私には連続配信は無理って思ってたの。でもさ、よく考えたらさ、配信って私だけのものじゃないじゃん。なんだろう、私がさこうペラ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 喋ってることにさ、みんながさこうコメントでね返してくれたりするやん、それコメント読むやん、でまた話私するじゃん、そのコメント拾ってコメントに沿った話をするじゃん、したらまたみんながコメントするじゃん、私がそれ読んでさまたさ話広がるじゃん。そうやってったらさ、意外とさ配信の時間ってすぐ過ぎるんだよね。なんかさ、私がずっとさ自分の話をしなきゃいけないっていう時間じゃないんだなっていうのは結構連続配信し始めてから気づきました。昔はもう本当になんか私が話題を考えて私が喋らないといけないみたい なんか謎の責任感で動いてたんですけど、だから結構ハードル高かったんですよ、配信をするってことに対しての。でもなんか毎日配信するようになってから、なんかいい意味で肩の力抜いてっていうか、まあ、みんながさ結構
なんか出してくれるからコメントそれ読んでそれで話をしてっていうので、こうなんていうんですか、会話、まあ、片方はさ皆さんのこのねデジタルですけど、その会話で時間経つし、なんかそれが大事やったんやなと思う。はい、この生配信って、だって別に私の話するのって生配信じゃなくてもいいよね、よく考えたら収録でもいいわけじゃん。でもさ、生配信の良さってやっぱこのさリアルタイムというか、みんながさコメントしたらさ読まれたりとかさしてさなることやん。だからな、ありがとうございます、いつもたくさんコメントしてくれてどうもありがとうございます。お星様とかギフトさんとか投げてくださってありがとうございます。もちろん見に来てるだけやでって人とか、もう星もらいに来ただけやでって人もありがとうございますと改めて127日とかいう何の記念でもない日にこんな真面目な話をしてみるどない？レオくもとさん、お化けありがとうございます。ゆかりんさん、ハッピーハロウィンをたくさんありがとうございます。ハッピーハロウィン、気早っ。ビーワップ団長さん、お墓ありがとうございます。俺もだって配信すると思うと毎日すごいネタがないよ、ないよな。でもみんなのね、多分、うん、あなたも毎日配信してコメントしてくれる人がいたらですね、いけると思います。そういいとこに気づいた。そうなんよ、そうなんよ、そうなんよ、そうなんよ。みんなこんにちは。同じ時間を過ごしてるんよ、実はうちら今。やばくない？これってやばくない？なんかさ、時々さ、なんか自分がさちょっと落ち込んじゃった時とかさ、なんかお風呂とかでボケって考えてる時とかにさ、なんかおしめんって今何やってるんやろうとか思う時ない？私あんねん結構。なんか今おしめんはこの地球上で息してるけど何してんのかなみたいな、お仕事頑張ってるんかな、それともなんか私と同じようになんかお風呂とか入ってボケっとしとんのかなとか、それとも寝とるんやろかとか、ご飯食べてんのかなとかさ考える時あるやん。配信してる瞬間はさ、確かにさ、私が影武者じゃない限りさ配信してるわけよ今なんか今村上アナ何やってんだろうってさ、今みんながたまたま考えるとすんじゃん、絶対私今配信してるじゃん、私がさ偽物じゃない限り。だからさ、なんかいいよな、そんなこと思ってもいいんですか？思ってもいいんだよ、私はめっちゃ思うよ。なんか私ちょっと今日ダメだったかもみたいなこととか、私結構お風呂でねそういうこと考えんねん、いつも。いつもではないな、とか思った、すいません、いつもこんな真面目に悩むことないんですけど、まあ悩む日は大体お風呂とかでこう湯船浸かりながらなんかポケーって、私結構半身浴とか好きなんですけど、半身浴とかしながらなんか私ちょっと今日ダメダメやったなみたいな、何も残せんかった今日みたいなこと考える日があるのとね、時々本当に何もしなかった日を、なんか夕方に起きてゴロゴロして終わっちゃったみたいな日とかに、なんか今日何もできなかったなみたいな、無駄にしちゃったかもしんない、ダメだこんなんじゃとか思うやん。その時に、あ今っておしめ何やってんねやろとかって思っちゃうんだよね、恋かなみたいな、これもしかして恋ですか、これって恋ですか、これ恋これって恋ですかって感じになるくらい考えちゃうよね、そういうもんだと思います。はるたんの生誕祭入った若にゃんの誘惑者見ておれた、これ欲望者ですね、欲望者だよ誘惑はしないよ、誘惑のがあったあだね、それはベッドの層の上に忘れて帰るから、チャラチャ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 ラチャチャチャ、大好き、超かっこいいなと思うあの曲。パンチョリーナさん、ハッピーハロウィンありがとうございます。たまにコメント拾ってもらった時の多幸感たまんない、今たまんないですか、今多幸感たまらないかな、幸せですか今読んだよ。はるかいさん、ハッピーハロウィンありがとうございます。お風呂でおしのこと考えるの分かる、そうだよね、私もね、やっぱなんかお風呂とかね寝る瞬間とかに思いがちです。食事してるときはお尻に食べさせたいと思うこと多々あります。餌付けすな、
絵付けなんよ、それは完全に絵付けなのよ。若いのこといっぱい考えよう。考えてください、たくさん。私がくしゃみ止まんなくなるくらいまでみんな考えてね。でもくしゃみしたらみんなのせいにしとくから、うわ今誰が私のこと考えたわって、考えたじゃない、私のこと噂したわってみんなのせいにしとくね。私がくしゃみ出たくない時に出たらみんなのせいにするけど、私がくしゃみ止まんなくなるくらいたくさん別のこと考えてたくさん噂してください。わかにゃん面白い、ありがとう。純粋な愛です、ラーブ。ビーバップさんとさん、お墓ありがとうございます。毎朝空見上げながら推し目のために頑張ろうとなる。あー嬉しいけど、素敵な考え。でもね、自分のために何かをすることも大切よ。まあその推し目のために頑張るのが自分のためにもなるなら最高だけどね。たまには自分にご褒美をあげるのよ。若にはガーター公園でいれるとしか。振り回したいね、ガーターククククとか言ってマジやばい、振り回すのやばい、クル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 とか言って楽しそう、ガーター。かっこいいよな、普通に考えて。あのベッドじゃないや、ベッドは使ってません、すいません、それ歌詞でした。椅子使って踊るのがかっこいいなって思う。あとガーターって可愛いよな、アイテムとして。まあ日常的にちょっと使いにくいやん、なんかちょっとセクシーじゃん、さすがに。ちょっとなんか街中歩いてる人がさガーターつけてたらちょっとなんかあれみたいな、どうしようみたいなこと思っちゃうと思うんだよねだからさ、あのあんまね普段はつけれないじゃないですか。だからつけれたらときめきそうですけどね、キャみたいな。好きなんだよね。くしゃみ出てないね。あれちょっと足りないかな、噂がまだ。ちょっとエネルギーが足りないかもしれない。よし、わしもワカニャのこと考えよう。考えよう、一緒に。一緒に私について考えよう。ちょっと真面目になっちゃうけど、自分のことになると。チームオレンジ入りたいので3日通せお願いします。チームオレンジ来てください。グリーンとのね3日は超楽しみ。あのね、公演終わった後が一番公演したいんだわ。なんかわかんないけど、なんかその日にさうまくいかんかったことってあるやん。そりゃいくらなんでも人間だし、あちょっとここがこうやなとか思う時にさ一番公演したくなるね。もうすぐしたいね。公演ロスになるすぐだから今めっちゃ公演したい。ミクリンのソロ公演でも椅子使うね。そうですよ、欲望者の若にゃんに注目。嬉しい、ありがとうございます。また次に見る機会があったら注目してください。見る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 してくださいね。明日から頑張ります。頑張ろう、ファイティーン、頑張ってください。応援してますよ。公演終わったら公演入りたい、それな、めちゃめちゃそれな。公演終わった瞬間に公演したくなるよね、この感情。何、なんかしばらく公演なくなってきたらなんかね、あの公演がない日常にもなれるんだよね。でもさ公演終わった後ってさ一番公演行きたくない。あー私はやりたい方なんだけど、もうめちゃめちゃ公演に対するさなんか情熱がさ溢れ返っちゃってんだよね。なんかまだまだいけるぜって思っちゃう。オレンジグリーンもお得だから行きたい。お、他は何がお得なのかな、かなかな。みるみるかわいい、大好きです。シュラマさんもっと推しメンでした。私も推しメンです。そう、 NMB さんの推しメン本当にめっちゃ好きで、入る前とかめちゃめちゃ好きだったんですよ。メール取ってたし、あのね、もう本当にねメールやばいんですよ、ミルさんって。すごいね、なんかあれいつから付き合ってたっけみたいな感じになるくらい、もうすごいね、もう特
ときめきをね与えてくださるんですけど、大好きでしたね本当に。今も大好きなんですけど、全然本当に好きで、で私めっちゃベレー帽も好きだったんですよ。でベレー帽も好きで、でシュルマさんもねすごいベレー帽かぶってらっしゃるから、でもなんか私めっちゃベレー帽取りたいなと思って、だからベレー帽当て込まれたいなと思ってたのね、その時もめちゃめちゃ。いやもう本当にベレー帽かぶりたいんだからと思って、だから私最後のあの審査の日ベレー帽かぶってったわけ。したらね今でもね結構5期生、私ベレー帽あの好きってあの言ってくれる人いるんですよ。なんかベレー帽かぶってたよねみたいな、来たって印象残っちゃってんのよと思って。そう、私ベレー帽好きなんですよ。そうなんです、やっぱ推しメンがねなんかつけてるものって好きになっちゃいますよね。本当に大好き、とっても可愛いんです。笑顔が一番好き、笑った顔が一番好きです。本当に可愛い、守りたいと思っちゃう。公園に久しぶりに入るとワクワクが止まらないよ、だから当日券狙うね。そうなのね、最高ね。ちょっとぜひ来てください。現場行くとモチベ上がるんすよね、わかる。なんか人生に対するモチベ上がらん、なんかさ、いや推しメンも頑張ってるし私もあれ頑張っちゃおうとか思うし、なんかその推し活というかオタ活にもモチベ入りません？なんかうわー久々に見たけど推しメンってやっぱ世界で一番可愛いわみたいな、生写真買っちゃおうみたいな感じになるし、もう全てに対してもう生きることに対してもモチベーション上がるね。やっぱダメだなみたいな、この世界最高だなみたいななるから、現場に私結構現場行きたい派だったのね。だから結構現場ないのが続いちゃうと結構下がっちゃうモチベとかも、なんかなんかやっぱ SNS で見る推しメンも超可愛いけど、やっぱちょっと生で見る推しメンが一番可愛いなみたいなこと思うタイプだったから、なんかちょっと生では行けないのかみたいな感じになっちゃってたんだけど、でも一回現場行ったらもうすぐ復活しちゃう、やっぱ一番好きみたいなどこまでもちょろい、やばいねんな。レオ熊本さんお墓ありがとうございます。ミロちゃんの握手会って頭ポンポンされた。逆に洗えないから困る逆にここだけこうなんかシャワーハットみたいなのつけて、逆シャワーハットみたいにしちゃうかもしれない、ここからさだけ洗うみたいな。やばいわ、ちょっとなんかわかんないけど頭守りたくなりました。いやー素敵な思い出ですわね、最高、羨ましいです。ニコラさんハッピーハロウィンありがとうございます。そう、推しは生きる活力になる、習字で書きたい、ね、掛け軸みたいにしたいね。劇場至上主義は、まあ、分かる。なんか結局劇場が一番いいみたいなとこあるよな。なんだろうな、なんか大きいとこで見るのもすごいかっこいいんだけど、なんか劇場でのなんか劇場の空気感が好きでした私は。あんま行ったことないんですけど、でも私がもし HKT 落ちてたらもうもっともっとめっちゃお得だったと思います。なんかそれまではなんかダメだったんだよ、あんま行っちゃいけないって言われてたから行けてなかったんですけど、多分タガが外れてるかのようにもうめちゃめちゃしたと思います。握手会とかももうめっちゃ握手しちゃう、大好きですみたいな感じで、めっちゃ握手会も行ってたと思うし、コンサートとかも頑張って行ってたと思うし、公演ももっとたくさん見に行ってたんじゃないかなと思います。だからなんやろ、いやそのオタクだった人生もちょっともう一回時を戻していきたいですね、ちょっと過去に戻っていきたいなと思いますけど、でもいいよな、劇場ってよくない？なんかいいなと思う、知らんけどエモみたいな適当エモとはって感じだけど、でもなんですかね、私はなんかアイドルめっちゃ好きだったから、それちょっと私が推しメンに思うさんと同じような感情をもうちょっと同じくらいの重さでみんなに思ってほしいなと思っちゃう。もうなんか私意外と重いんですよ、こう見えて私意外とですね重たいんですよね、そう結構重たいっていうか、なんかちょっと重たいんだよね
割とね、なんかなんかすごいなんか塩系みたいな、なんて言うんですか、その装飾みたいな感じかと思いつつ、割と肉食みたいなタイプ、なんか ロールキャベツみたいなあるじゃん、なんかロールキャベツダンスがいるじゃん、ロールキャベツ意味わかんないんだけどマジで、そう、そうなの、あっさりしてるかなと思ったけど実は意外とうわこってりみたいな感じです。だから何、塩ラーメン頼んだら塩豚骨ラーメンだったみたいな感じです。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど自分でも、まあテンション感で言うとそんな感じ。マカリアンの低い感じの歌声好きっす、あざっす、あざっす、私意外と声低く出ますよ、重いのウェルカムなの、え、めっちゃウェルカムです、っていうか重いの嬉しいです、普通になんか嬉しくない、重い重いのってわかんない、なんか意外と意外ととか言って意外じゃないのかもしれないんだけど私嬉しいんだよね重いの、なんかいいじゃないですか、そんなにさ人間にそう思われることなくない、人生普通に生きてたらじゃん、だからラッキーって感じ、みんなもっと重くなっていいよどういうこと、ロールキャベツとは、ロールキャベツっていうのは何ですか、ロールキャベツってあんま食べたことないからわかんないんですけど、多分肉巻き、肉巻きキャベツです肉巻きキャベツだから、なんかパッと見装飾なんだけど中身はあら肉食みたいなことらしいんですよ、装飾肉食っていうのは恋愛面なんですけどね、そんな感じです、テンション感みたいな、なんかすごいなんかなんだろう、絵がなんだろう、私別にガチ恋も嫌じゃないんですけど、別にちょっと無理って感じなだけでじゃないんですけど、なんかそういうのもなんか、なんか本気で好きになったらなんかうえーとか思われそうって風に思ってる方もいるかもしれないんですけど、意外とそんなことないよって、意外とちょっと重い感情をぶつけてこられてもなんか嬉しいってなって、もう抱きしめるぜみたいな、もうみんなまとめて抱きしめるみたいなタイプなのね、そういうこと、伝えたいことが伝われば別に何でもいい、エビチリ女子みたいなこと、ちょっとエビチリ女子を知らないな、ごめんなさい、ちょっとあまり詳しくなくて、ロールキャベツ系男子みたいなやつはなんかちょっと前に流行ってから知ってるだけです、すいません、ミーハーなので流行ってない、流行ってないとか言っちゃった、あのちょっと流行りを見てなかった時のやつはちょっとわかんないですよねすいません、ミーハーでごめんなさい、すいません、本当にあのわかりますミーハーなのですいません、肉食系とか草食系とか流行ってたのを知ってるから言っただけです、すいません、ちょっとあまり真意わからず言ってます、重くてすいません、もうウェルカムよ、意外と私も重いよダブルメンヘラみたいになっちゃうよ、メンヘラのぶつかり合いよこれは、てるひろさんかわいい、ありがとうございます、一歩踏み出しそうなる、背中を押してあげます、背中を押すと言いながら優しくはないです、バーンと押しますマジでやばい、踏み出すっていうかもうダンってもう飛び出す飛び出させますね、一歩一歩どころじゃないですね、男前やん、そうなの、意外とね男前なんだよね、こう見えてイケメンなの私、エビチリ女子は今勝手に作ったから知らないはず、何なんですか意味がわからん、突然何の定義もないのに勝手に言わないでください、そんなのマジでやばい、変わってるな、おもろいな面白いっすね、いいっすねなんかエビチリ女子ってありそうじゃない、私本当にあるかと思ったんだけど、いいじゃん、なんかネーミングセンスありますよ、絶対突き飛ばされる、突き飛ばします、押すなよ、絶対に押すなよ、その言わせない、押すなよの、押すなよの前にもう押しちゃってる、あ押さないで欲しかったんだごめんみたいな感じのスピードで押します、チェーンさんかっこいい、ありがとうございます、意外とかっこいいんですよ、そうですね、私は意外とね、意外とって言い過ぎ、私は割となんか見た目と違うよねって言われることが多いです、なんか怖そうとか、私
さ、え、私のこと怖いと思ってる人いるですか？私のこと怖いと思ってる人いますか？なんか私結構言われるんですよ、初対面の時は怖かったみたいな、なんか話しかけていいのかわかんないんだよねみたいな。本当に怖くないの？なんか顔が怖いみたい、真顔が怖いって言われるの。なんか私結構なんか顔がなんか顔のことが多くてなんかすごい怖いって言われがちなんだけど、マジ怖くないのね。本当に仲良くなればなるほど私ちょっとやばいやつの、意外とね。あ、また意外とって言っちゃった。もう本当にこういうとこそうなんですよ、あの切り替え早くない？あの怖くないのよ。でそれも、まあ、ギャップみたいな、ギャップもないみたいな、怖いかと思ったら意外と、あ、また意外とって言っちゃった、うーん面白いじゃんみたいな。え、本当に怖くないのね。え、怖いってみんな思ってるのかな、怖くて怖いって言えないのかな。本当にやめてください、怖くないの私本当にこれはね、払拭したい誤解なの。人生で一生かけて払拭していきたいこと、誤解ランキング第1位、怖いと思われがちな点を払拭したい。怖くないんです、お願いします、分かってください。猫キャットさん、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。可愛さと男前のところに惚れました、ありがとうございます。男前です。猫キャットさん、お化け、ありがとうございます。よし、アルバムポチるか。あ、8時受付中なので、ぜひ皆さん会いたいなって思ってくれてる方とか、ちょっと来てみてください。詳細はツイッター見てください。あのファンの皆さんがね、結構画像とか作って載せてくれてるので、村上よかな、ハッシュタグ村上よかなって調べたらファンの皆さんの投稿とか出てくると思うので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。トヨ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 さん、可愛いです、嬉しいです、可愛いもたくさんありがとうございます。美人さん怖く見えるね、ありがとう、ありがとう。ニコラスさん、お化け、ありがとうございます。お顔が強くて近寄りがたいイメージありました。いやー、そう、私いつもでもね、本当につまなさそうな顔に見えないと思う。私結構もうどんな顔してんの、いつもこれ悪くないね、いつもでも昔だ、怖くない、それはそれでやばくねみたいな、やばいんじゃないかなと思う。初期の頃が怖かった、うわーごめんなさい、本当に人見知りです本当に人見知り、緊張したりとかするとなんか顔がねもうスンってなっちゃうんですけど、あの全然心の中では表情豊かなので、今は結構やばいやつって思われてることあるんですけど、やばくもないですよね、めっちゃ普通です。わかりますか、本当は普通の。でもなんか怖い人かやばい人っていうこの中に二択なの、私っていつもなんかね、なんかもう話が意味ない、意味がわかんないみたいな、何を言ってるかわかんないって言われることか、あと怖いって言われることが多いの。え、本当にどちらでもない、普通であるべきだと思う、私は普通だと思ってるんですけど、でもなんか話はよくわかんないみたいです。コウメンさん、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。昔は表情がなかった、あったよ、初日はめちゃめちゃあったよ、もうニカーってしてましたずっとそれはそれで怖かったけど。コウメンさん、カンオケ、ありがとうございます。そう、今は可愛い、嬉しい、やったー。そう、私も前髪もできすぎくんじゃないし、そう、なんか話がちょっと分かんないみたいで、それは、まあ、自分でもちょっと何言ってるか分かんない時あるから、それはちょっとしゃあないなと思うんですけど、あの皆さんにここにこのね配信見に来てくれた皆さんに言いたいのは、私は怖くないです。マジ怖いって思うのは私も悪いと思うんですけど、みんなもね、ちょっと怖くねって思うから怖いのかもしれない。怖くない、怖くないって思い込んで話しかけたら大体怖くないです。本当に話しかけたらとか言って、これは友達向きですね。もう私が将来会社とか入ったら、そういうなんか新しい環境での友達の皆さんに言います、あの私怖くないです。だから初めまして、怖いから行けないみたいな、私昔言われたのね、なんか怖いから握手会行くのちょっとためらうみたいな、怖くないよと思って、握手会でそのさ、なんかどうもみたいな、あ、ありがとうございますみたいな感じじゃないですよ、そんな大丈夫、何が大丈夫なのかもわかんないけど、怖くないです。
なので今ねちょっと心のどこかで怖いなと思ってる人いると思うんですけど、一人くらいは違うんだと知って帰ってください。ランキング読みます。その前にえニコラさんかわいい、ありがとうございます。ランキング読みます。2回目、13位サティエさん、ありがとうございます。12位チェーンさん、ありがとうございます。11位シロクマさん、ありがとうございます。10位が、伊藤ゴマさん、ありがとうございます。9位フランさん、ありがとうございます。8位ハルカイさん、ありがとうございます。7位レオ熊本さん、ありがとうございます。6位コウメイさん、ありがとうございます。5位が大阪のターサンさん、ありがとうございます。4位ニコラスさん、ありがとうございます。3位がネコキャットさん、ありがとうございます。2位がユカリンさん、ありがとうございます。1位がニシプーさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。今日もねハッピーハロウィーンとかカンオケとかおかしいとかタワーとか投げてくださった方ありがとうございました。お菓子おすすめです。お菓子はちょっと欲しいです。キャンペーンのチャレンジのとこでゲットできるので、ちょっとお菓子だけお願いさせてください。他のハピハロとかカンオケとかその他の高級品とかはそれはもうちょっと本当に全然くださいとかちょっと言わないので、ちょっとお菓子だけください無料なので本当に私無料ならもう何でもかんでもいいと思っちゃうんですけど、それもなそんなことないですけどね。本当にでもすごい嬉しいです。本当にチャレンジもねなんかめんどくさいのにやってくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日の配信は以上となりますけど、なんか今日前髪の調子いいので後で自撮りしようと思います。それでは皆さんまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ、おやすみ、じゃあね、お元気で。